ハイエブリバンティシーズトーキー。欧米はドラゴン大好きです。空飛ぶ竜そのドラゴンを扱う作品がもう毎挙にとまがないほど多いんですね。そのドラゴンをもしかしたら目撃したかもしれないというお話があちらこちらで噂されているんですけれども、多分これは一番古い報告かなっていうものがロシアから寄せられております。それは1719年6月4日と書かれてるんですが、 すごく晴れた日だったのに突然天候が荒れて雨が降り強い風が吹き始めました灰色の雲の中からドサッと地面に何かがぶつかってきたんですドラゴンによく似ていました大きな鳥のようなそのコウモリのような羽が生えており竜によく似てるんですねそのまんまそのドラゴンは息絶えました死んでしまったんですその町の職人 それから職員が集まってきて、まあ、調査のようなものが始まったそうなんですけれども大きな、何て言うんですかね二台車みたいなものに乗せて手押しででですね手で押してそのロシアのクンストカメラ博物館に持って行ったっていう記録になってるようなんですけれどもそこでどうなったかは不明なんです。 展示されていないとなっております。もし展示されていたら、ロシアにドラゴンが飛んでいたって今でも噂になるはずなんですが、なっていない、つまり、展示されてないんですね。で、次の目撃例は、アメリカです。1909年1月21日、アメリカ・ニュージャージー州ミルビルという場所で起きました。ニュージャージー州はニュューヨーーーージジャ州はヨクの近くです ダンポサックという男性が家の中で家事をしていたんですね。お皿を洗ったり、床掃除したりしてたんですけれども、足音のようなものが聞こえたんです。で、誰か外に訪ねてきたのかなと思って、ドアを開けて外に出てみると、なんと1メートルを超える巨大な鳥が立ってたっていうんです。で、赤いくちばしをしてたと。で、びっくりしてその鳥としばらく見つめ合ってるんですね。 するとその鳥はなんと英語で「ゴミ箱はどこですか?」って聞いてきたっていうんです。鳥が英語を話したっていうんですけれどもえっしゃべるなんて大きい鳥だしびっくりしてその家の中に入ればいいんですけれどもこのダンポサックさんは庭に納屋を作ってたんですね。農家なので、えっとの 農業するための道具を置く名やがあったんですがそこに向かって走ってたんですその中にライフルを置いてたんですねで、そのライフルを取って打つぞって身構えたらなんとその喋った大きな鳥はプーっと風船のように膨らんで空に消えてったっていうお話が残ってるんです面白いですよね本当に で次はオーストラリアです1927年オーストラリア・クイーンズランドのサマセット地区というところで起きましたそこは大きな農場だったんですが数日空に何やら奇妙な光があるということでみんなが噂してたんですねあの光なんだろうねとでその晩その息子さんが寝てたらその息子さんが窓の外で大きな音がしたっていうことで目を覚ましてるんですね で見に行こうとしたらお父さんに止められて「危険だから明日の朝一緒に見に行こう」って言ったらその翌朝窓の外を見に行ったら何者かの足跡人間のような足跡が残されてるんですねで怖くなって鍵をしっかりかけて眠るようになったそうですでその夜また今度は謎の光がバーッと上空に現れてこの家族で見てたらその近くの丘の上に。 謎の光が降り注いだというんですで翌朝になって今度は家族みんなでその丘を登って見に行ったら直径3メートルほどの焼けた草の跡になってたそうなんですね。でこれ聞いて当時あれ UFO かなと思ったんですけれどもその数日後なんと大きな鳥がいるという噂になったんですその一帯で,で。それは体長1メートルぐらいの大きな鳥が 1> 1羽ではなく2羽は歩きながらお互いに何か話し合ってるって言うんですね鳥同士でだけど鳥しかわからない言葉だと思うときっと人間が聞いても何を喋ってるかわからないと言ってるんですで農夫はそんなバカなことあるかと言ったら夕方になりなんと白いスーツの奇妙な人のような変なものが立ってて でジロジロ見るのは失礼だからと思って目をそらしてやっぱり気になるんでチラって見たらもう消えてたっていう、まあ、不思議な話が残っているんです次はアメリカネブラスカ州リチャードソンというところで1956年冬のある晩一人の男性が家に帰るということで田舎道を歩いてたんです,、ね、するとなんと奇妙な翼を持つ生き物に出会ってるんです。 生き物だと思ってるんですけれども、よーく見たら、金属のようなものでできた翼を持っていて、その胸にコントロールパネルのような制御盤のようなものが埋め込まれてると、きっとあれでこの体をコントロールしてるんだろうなって思うような、なんて言うんですかね、もうここまで来るとロボットですよね。で、びっくりして見ていたら、 すごい金属のキシ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 鳴るような音を鳴らして、その翼で空に羽ばたき飛び去ったっていうんです。さらに次はブラジル、ペロタスっていう街に住む夫婦ですね。ルーシー・レアルとその夫、ルイス・レアルさん。二人で森の中をハイキングしていたところ、空に何やら飛んでいると。鳥にしては巨大なんですね。大きすぎる。恐る恐る近づくと、 何やら人間のようなものが飛んでるって言うんです。で、ええー、と思って見ていたら、2人のすぐ近くの切り株、木の切り株に、スーって降り立って、こちらを伺かがってるって言うんですね。で、2人はこれ以上近づいたら危険だと、狙われてるというふうに感じて、慌てて逃げ出したというんです。鳥なんで飛んで追いついてくるかなと思ってたんですけども、いなくなっててよかったって2人は言ってるそうです。 次にアメリカ、1980年、メリーランド州フィンクスバーグというところで、この時は春なんですね。1980年の春、夜中3時、女性が一人車を走らせていたんです。そこはトウモロコシ畑しかないような田舎道で、パーッと車を走らせてたんですけれども、ヘッドライトの先に人影が見えるんですね。びっくりして、 慌てて車のブレーキを踏んでスピードを落としたんです。道路の真ん中に背の高い人影が立ってるんですね。ところがじーって見ていたらそれは人ではなく鳥なんですって。すごい長い翼を持った鳥で、その羽を羽ばたかせて、 なんと、車に向かってきたって言うんです。で、びっくりして、どうしようと思った時に、その大きな鳥は大きすぎて、その巨大な羽で羽ばたくたびに、彼女が乗ってる車全体が震えるほどだったって言うんです。で、一回だけ車の屋根をパーンと翼で叩かれて、た叩きした後、飛び去ったって言うんです。まあ、すごい大きな鳥だったんでしょうね。 で最後になりますが、これは2017年なんで最近です。アメリカ・テキサス州ドナというところで、こちらも夜中1時ごろ、深夜ですね、ギャビンと名乗る男性が目撃してるんですけれども、彼は一人通りを歩いていたんです。そのパブでお酒を飲んで酔っ払いながら、もう家が近くなんで歩いてたら、半分鳥で、半分人間のようなものを見たと。で 目を赤く光らせてこちらを睨んできたんで,でこの時ギャビンもお酒に寄ってたんでなんだこの野郎みたいな感じで睨み返したんですねするとその半分鳥で半分人間みたいなものは夜空にその赤い目で夜空を光らせて宙に浮いたままスっと消えていったっていうんですまあこれら本当に奇妙で不思議なお話があちこちに残ってるんですけれども その英語を喋る鳥がいたり、その人間、半分人間とか、もう金属でできている鳥だったりですね、まあ、あらゆる種類のものがうろうろしてるんだなって思いました。まあ、皆様はこういったお話、どう思いますでしょうか。もう陶器はそんなものに遭遇したら腰を抜かして歩けなくなるほど怖がりなんで、 まあ、会いたくないなってちょっと思いましたね。さらに、あまりにも巨大だったら、それ、そのまんま掴まれて、人間なんてひとたまりもないと思います。掴まれて、どこかに飛び去っていくという、掴 <laughs> まれたままですね。鳥に誘拐されてしまうという、そういった危険もあるんじゃないかなって思いました。 まあ今回はあらゆるところでドラゴンのような鳥のようなものが目撃されているということでまあお話をしてみましたもしよろしければグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではおやすみなさい